何かね、聞きたいことがあれば、どんどん聞いてきてもらえたらと思います。とにかく今日、一日野球を楽しみたいと思います。よろしくお願いします。松坂大輔さんの野球教室は、福岡市東区で今日午後開かれ、市内の少年野球チームの小学生が参加しました。子どもたちは松坂さんとキャッチボールをしたり、投球やバッティングについて指導を受けたりしていました。松坂さんは西武ライオンズやメジャーリーグで活躍したほか、ホークスにも3年間在籍。2021年に現役を引退した後は野球解説者として活動しています。この教室は松坂さんが野球を通じて子どもたちに人生で大切なことを伝えようと開かれていて、今回が3回目の開催です。